こんにちは、コミです。今日はこちら、これはカルモという糸です。綿58、アルパカ42、 40g 巻き173m、 かぎ針が2から4号という、以前ピエロさんの福袋に入っていたもので、昨年確かメリスカかガタスカを編み始めたものをほどいた糸がこれです。はい、編み進まなかったんですね。で、何玉あったっけな、6玉ぐらいあるのかな。で、これを使ってかぎ針を始めてみようという感じなんですが、4号を使いたいと思います。これもまた続かなかったらわからないけれども、かぎ針が今ね、編みかけがなくなってきているという状況があるので、なんかこう何かすぐ使いたいものというよりも、こうちまちま編み進められるようなものを一つ二つ持っててもいいのかなみたいな、そんなノリなので、ちょっとわからないですけど、今後どうなっていくのかは。ということだから、シンプルなものという感じで編みたいと思い、おもむろに始めていますけど、長方形のグラニーにしてみようかなと思います。それで大きくしていって、大きくしていって大きくなったらラッキーラッキーというやつ。なんか正方形はね、よく編みますよね。グラニーだったらグラニースクエアで、そう、長方形ってあんまし編んでないな、大きくするものをね。で、長方形で大きくした方がもしかして使いやすいのかしらとか、なんかまあそんな、あ、これ数数えなきゃいけなかったんだ、しまった、ダメならやり直そうということでやり始めようと思います。ブランケットみたいな感覚っていうのかな、長方形にする意味としては。正方形でもまあいいっちゃいいんですけど、アルパカってのはどうなんでしょうか。アルパカってなんか私冬のもののイメージがあるんだけれども、だからってこうウールっぽい質感はないんだけれどもね。で、この福袋としてはコットンの福袋だったんですよね。で、もちろんこれ綿も入ってるから夏糸的な、位置づけだとは思うんですけど、ちょっと調べてみてないんだけれどもね。シンプルな色だし、いいかなーって何がいいのか、さらっとしているんですよね、肌触りとしては。だから直接肌に触れてもすごく心地よい感じなんです、質感がね。まあ、だから冬、真冬じゃちょっと物足りないとは思うけれども、エンジェルコットンで肌掛けみたいのダイアゴナルステッチでね編みました。で、あれは綿100ですごい重い感じになったんですよ。まあちょっと重さがある方がこう掛ける分には良かったりはするんだけれども、これでちょっと大きめな感じを編んでも重くはならないなって感じですね、この糸だったら。まあだからそんなイメージでっ
ていうところはありますかね。糸の太さが違うからサクサクいくかわからないというのもあるし、あと編み方も違うからね、どんな感じになるかわからないけれど、かぎ針の編みかけがちょっとこれ数間違っちゃってるな。かぎ針の編みかけが1個ね、三角ショール、あれ三角ショールだよね、あるんですよ。それまだ去年の夏編みかけで、その後まだ手をつけてないんですね。広げてみてないんですよ。で、それは本を見ながらやってたもので、もしかしたらなんか間違っちゃって途中で、で、ほどく必要があったか、ほどいてもうやり直したんだか、ちょっとそこも忘れちゃうぐらいな途中の感じなんですね。だからまだ、その、今どんな状況なのか、ちょっと現状が今把握できてないという感じで、っていうのが一つあるんですけど、それだけかな、かぎ編みの編みかけとしては。確か。そう。だから、なんかその、すぐに編み終わるものじゃなくて、ちょっとこう大きく育てていくような編みかけを作ってもいいかなって思ったっていうところなんですね。で、まあ今、このレース編みを楽しんでいるから余計にこのかぎ編みも楽しめちゃうみたいなところがあって、これもだからいつまで続くかわかんないという感じもしてます、もちろん。だから、まあ早急に、完成させたいというよりも、まあ、編み物セラピー的、これ時々編みたいとか、そういう感じのものでしょうかね。まあ夏物で、千鳥格子のやつとかありますよ、冬のものはね。だから夏用としてって感じですね。だから時々なんかかぎ針でこう黙々と編みたいなみたいな時に編むっていうとか言って、楽しかったらこればっかし編んじゃうっていうのも、まあ、あるっちゃある。で、こうグラニーみたいなものだと、なんかなーって時にこういうのって編み進んじゃったりしますよねなんかなーっていうのが曖昧だけど、はい、じゃあ飲み物いきまーす。今日のふたつきマグカップ、はい、カルピスです。ちょっとぬるめのカルピスって感じです。あの原液を割った感じですが、そう、レース編みの細さが嫌なんじゃなくて、レース編みの細いのが、いや、編みたいという気持ちで編んでるんだけれども、それを編んだ後とかにこのかぎ編みを編むとすごく楽なんですよね。楽、目とか手とか、だからこう楽しくなっちゃうっていう感覚なんですよ。だからそういう、なんかなんて、短距離を走った後にゴール、例えばタイム測るのに50メートル走った後、こう余力でわーって走っていっちゃうみたいな変な例え、あのゴールした後足が動いちゃって、あの
その後少し進んでいっちゃうっていう、走り抜けちゃうみたいな、そういう感じで編める。この例えはわかるでしょうか。そういう感覚で編めるから、なんかすごく力抜いて編めるっていう感じなのです。だからそんなにこう急いで編まなくていいの、いいんだけれども、なんか楽に編めちゃうから、気がついたら、あ、こんなに編んじゃってたみたいな、そういう感覚がかぎ編み今あって、レース編みを始めてから、うん、だからセットにしておくと、こうラッキーな編み進み方みたいな、そんなことが起きそうな感じ。そう、だからこういう編み済みないで編めちゃうようなものを編みかけにしておいたら、なんか副産物的みたいな感じでね、編み進まっちゃうみたいな、そういう目論みなんです。で、この福袋は去年じゃなくて一昨年な気がするんだよな。その福袋で買った、手に入ったクソなツイートは割と残っているんですよね。だからそれもなんか使いたいなって、せっかく何玉か同じものが入っているから、それはそれで一つのものを編めたらね、大きくできるから、そんな風にできたらいいのになぁと思っていたのもあって、で去年編んだんだけど、それは編み進まなかったんだよな。だからちょっとこれはどうだろうと思いながら、またダメならほどきますけどね。詰まっちゃってるな。最初の作り目のところの目の拾い方が詰まってたのかもしれない。ちょっと編み直すかもしれません。多分最初のこの間がもう一目ぐらい明かしといた方が良かったのかもしれない。ねえ、詰まってる感じ。あ、でも分かんないか。全部一周編んでみないと分かんないのかな。これでもしね、詰まっちゃうようなら、編み直そうと思ってますが。もうちょっとやっぱ間空いた方がいいですね、この、目と目がね。だからこの最初の作り目から作り目で、これとこれの間をやっぱもう一目ずつ広げた方がいいと思うので、これはほどいてやり直します。この動画で編んだものは一応全部ほどいてやり直すということで、それでもこの長方形のグラニーは編んでいこうと思いますので、このカルモで編んでいこうと思っていますので、また時々の動画で編むと思います。はい、あれね、編み直してそうなったのねっていう時が来ると思うので、はい、またよろしくお願いします。はい、本日の手芸というコーナーは毎日19時45分から動画を公開しています。毎日の手を動かす時間に一人しゃべりをプラスして動画にしています。毎日の動画が気になる方はチャンネル登録お願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日の動画が良かったよという方は高評価お願いいたします。インスタグラム、ツイッター、ラジオトークなどもやっています。そちらのフォローもお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。